ハングマンズのと。まず輪っかに倒します。そして折り返し地点を片方の手で持ちます。そして余った先端をこの下の2本に巻きつけていきます。この時下のものを回すと、サルカン部分ですね、回すとやりやすくなります。4回から5回回したところで上に輪っかができてますので、こちらに先端を通します。あとは先端を持って引っ張ります。そして本線を引っ張れば完成です。